今週のエビチュータスタスはタスタス裁判最終章。不快な思いをさせると思うから壁にこうします。これはやりすぎでしょ。今回は誰がどんな罪で裁かれるのか、衝撃の判決の連続、エビチュータスタススタート。私立恵比寿中学にいろんなものを足してみる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。法廷を舞台に様々な疑惑を追及するタスタス裁判。この裁判では滝上が検事、尾形会期が弁護士、メンバーが陪審員となり有罪無罪を決定。裁判長の中英が判決を下します。今夜は誰がどんな罪で裁かれるのか。続いてはこちらです。エビ中内セクハラ疑惑。はぁ、皆さんわかるかもしれない。全然わかんないんだけど誰、どういうこと。2人いる。誰、どういうこと。2人、どういう被告、真山理香は。やばい、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 やばい。メンバー最年長真山にかけられたまさかのセクハラ疑惑、その内容とは。被告真山理香は女性同士とはいえ尻をやたらと触ってくる傾向があり、メンバーからも口調が出ています。よってお尻触りすぎ罪で起訴します。わかってます、わかってます。検事、顔静粛に。それではこちら、証言がある方いらっしゃいますか。はい、はい、じゃあ安本さん。まずは安本から怒りの証言。何度もお尻を触るなと忠告をしました。ですがこやつはルールを守りません。触るなと言っても触ります。いや、一度言ったことは聞いていただきたい、ただそれだけ。他に証言のある方、星名さん。続いて星名から被害状況の詳細が。なんか狭いそのエレベーター乗った時とかにめっちゃ人の近くにギッてやって、うん、それでよくその対象になってるのが安本さん。顔が近い、とにかく。それは大変ですね。なるほど、ありがとうございます。触られたことある方、挙手をしてもらってもいいですか。いや、全員みんなだよ。みんなです、みんな被害者だ。なんとメンバー全員が被害に。そこで安本が実際に受けたセクハラの様子を法廷で再現してみることに。だから普通に、あとこれがエレベーターだとしたら、こう、もう安本さん言われるがままじゃないですか。でも結構混み合う。結構混み合うんですね、端にいるから。だから詰めなきゃいけない。はい、詰めると大体私端に行ったりするから、はい、で大体隣にいるんですよ。はい、だから隣の人にちょっかいかけるだけ。ちょっかいをかける。そう。はい、壁ドンしてたりとかふざけて入れるだけです。もう私だったら、もし混んでいたとしたら、はい、顔が近かったら不快な思いをさせると思うから壁にこうします。それはやりすぎでしょ。それはやりすぎでしょ。しゃがむと余計と場所取りますから。そうだ、今のはまた違う罪と。続いて中山の被害状況も再現してみると。健全な感じでね、お願いします。全然健全ですよ。だからいつもやってる感じで、いつもこんな感じですよ。ただ単にこうやってほいほいって。あ、もうセクハラですよ。あ、もうセクハラじゃないですか。あと中山さん嫌がってないですよ。もう慣れちゃった。私割と
ええ、あのシリンシップはドライなんですよ。ちょっとごめんなさい、なんて言いました。シリンシップはなんですか。シリンシップってもう親父ギャグじゃないですね。ちゃんとちゃんともう自分なりの言葉があるんですね。あります、あります。それはシリンシップと言ってるんですね。そう、シリンシップ。いや、シリンシップってなんか決めポーズみたいにいりませんから、このシリンシップってやるんですね。それでは判決、真山のセクハラは有罪か無罪か。それでは判決に移りたいと思います。難しいなこれは。メンバーの皆さん一斉に札を上げてください。どうぞ。有罪が3票、無罪が4票ということで、被告真山梨花の判決は無罪。あ、決めたないですね。まさかの逆転無罪というよりも、触られすぎてみんな慣れてしまったんだとか。続いての起訴案件はこちらです。いまだにルーズでサボる疑惑。何する、何意味、いまだにってこと、いまだにってことは前回だよね。ずっとずっとってこと。それでは被告人松野里奈は前。待って、どういうこと。ルーズを引いた時にって。あ、そういうこと。カメラ松野にかけられた、いまだにルーズでサボる疑惑とは。被告松野里奈は当番組においてルーズ、はい、まあ引きの絵ですよね、その時にサボる傾向があり、前回裁判沙汰になりましたね。実は前回のタスタス裁判でも松野は同じ疑惑で起訴されていた。だ、考えてる時のその仕草が誤解を招くんですよ、あなたは。だから結構あったし、うん、泣きそうなんだけど今。涙ながらに弁解を続け、見事無罪を勝ち取ったが、いまだにサボっているとは一体。まあ、本人に悪気がないことと、まあ、反省の色がうかがえたため無罪とその時はなりましたが、最近再び心ここにあらずといった表情をしていることがしばしば見受けられます。よっていまだにルーズでサボる罪で起訴します。ルーズで今でもサボってるんですか。サボってないです。サボってないと、サボってないおつもりですね。わ、はい、かりました。裁判長、証拠の VTR がありますから。またはい、わかりました。それでは採用しましょう。はい、お願いします。松野は本当にサボっているのか、証拠の VTR を確認してみることに。あ、やつと、あの、ユーストリーム食いつないか一回やって、でも5年くらい前。そうだ、わぁ、え、でもこれ雑談じゃない。おい、悲しいよ。しかもこれ日直の時じゃないですか、最後のね。松野さんマイク持ってましたから、あれですか、ああいう変なおじさんの時はあまりやっぱ関心がない感じ。いや、面白いなと思う時もあるけど、あの時はうんうん。有罪。あの、やっぱ気を抜いてるんですかね。気を抜いてない。私はその偽りたくないの、自分の気持ちに正直でいたいの。なんだか言い訳っぽいが、さらに松野の口から意外な事実が。私は真面目に聞いてる時に顔がああいう顔になってしまうという事故があります。事故？何て言う？事故があります。傾向があります。そのためこの顔で生まれてきたのでしょうがないと思っております。それは顔は変えられないから、それだけです。なるほど。それでは判決、松野の言い訳、いや主張はメンバーにどう響いたのか。それでは判決に移りたいと思います。メンバーの皆さんは一斉に札を上げてください。それではどうぞ。無罪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 ということで、有罪0票、無罪7票、よって被告松野里奈の判決は無罪。やや力技だが、今回は涙ではなく笑顔で無罪を勝ち取った。何回か会いそうだよ。
そしてこの後、安本小林にとんでもない疑惑が。弟子には優しくしてあげなきゃと。その前にエビ中作詞家への細道。この企画はエビ中が作詞に挑戦、新曲への採用を目指していくプロジェクト。前回作詞していきたいんですけども、うん、まあ、作詞のテーマがまだ決まってないですよね。これまで様々な方法で作詞について学んできたが、そもそもこの企画の最終目標はエビ中の楽曲として採用されること。そこでまずはみんなで詩のテーマを決めることに。しかし、みんなの好きな食べ物の歌。1、2、3、4、ヤングコーン、ヤングコーン、ヤングコーン。だいぶ個性的なメロディーが。いいよ。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン。もう何言ってるかも。だいぶガチャガチャしてますね。ありがとうございました。だいぶ前衛的な音楽。え、マジで超いいじゃん。脱線ばかりでまるで決まる様子がない。しかし今夜は次々とナイスアイデアが飛び出す。まずは小林の発表。じゃらん。お、いろいろ書いてね。ロマンティックな現実離れして、うん、なんか人間は夢を見るって感じ。ちょっと詳しく聞きましょうか。どういうことですか。はい、魔法にかけられたいなと思って。どうしたの。はい、だからロマンティックな言葉とかを入れたい歌がいいなって。うん、なるほどね。いや、あとずっと気になってるのが、その絵は何それ。あ、まあ絵本ですよ。あ、絵本なの。なんか魔法にかけられたい、ね、そん中に吸い込まれるみたいなことだよね。そう、その日々の日常を忘れさせてもらって、夢の世界を描いてあげるっていうことですよね。はい、なるほどなるほど。歌っぽいね、うん、それもまあ面白そうっちゃね、面白そうですよね、はい、うん、ようやくちょっとだけテーマっぽい意見が。さらにメンバーからナイスアイデアが。続いて柏木。やっぱり青春。ああ、まあ王道でいいよね。いいと思う。確かに、はい、やっぱりエビ中は結構青春をエビ中で過ごしてきてるので、うんうん、だし大人の方々もやっぱ青春は絶対あったじゃないですか、うんうん、なので今私たちが感じてる青春をそのまま歌にしたら、聴いてる人もあ、こんなことあったなとか思い出したりとかもできるのではないかと思い、青春にいたしました。なるほど。 いいんじゃないですか、このやっぱりリアルな感情、うん、まあ、学校帰りに、なんか分かんないけどエビ中のさ、その練習とか行くその日々も多分青春なんだろうね。ね、今がね、青春なわけだから。みんなで帰ったりだとか。聞きたいですよね、お客さん。きっとエビ中のみんながどんな青春を、まあ人とはちょっと違う生活をしているわけじゃない。だから一人一人の下校の時のルートを歌にするとかでもいいよね。面白そう。面白そう。そう。だが深夜よってみたいなね。ちょっとダサいですよね、その歌。続いて星名。行きましょう。特別な日。おお、これどういうこと？例えば、ファミリーの皆さんだったらライブに来る日って、普段まあ普通に学校行ったりお仕事行ったりする中の特別な日がライブの日だったりするじゃないですか。うんうん、そういう時に絶対聴きたくなるなとか。あ、特別な日に。そういう、そう。エビ中のその学芸会がある時にこうやってみんながもう、うん、来る前に聴いてテンションを上げてくるような、うん、そういう曲とかもいいですよね。そういう曲、はい、エビ中っぽいかもね、そっちの方が、はい、うん、詩のテーマになりそうなアイデアが。さらに広田から名案が飛び出す。ネイバーまとめ的な。あ、いい。これなんか、まあ、ネットであるやつだよね。さあ、私ね、はい、ネイバーまとめ大好きなの。その知ってたら便利な情報とか、うん、最近世間で話題になってる情報を詳しくまとめてくれてるサイト、うん、何々とはみたいなやつね。そうそうそう、開くといろいろ載ってるんだよ、その情報がね。それがエビ中でもいいし、全然知ってても意味ないけど誰かに言いたくなるような言葉みたいなとか、豆知識をずらーってまとめた曲みたいな。なるほど。あ、
例えばゴリラは全部 B 型だよとか。ええー、まあそういうこと。おいいよ、君いいね。逆にいいです。ええって言わせてください。なんかあるかな。水が凍ると氷になる。おいや普通じゃねえか。その氷はあれですよね。いや食いつくんかよ。クラム。いいよいいよ。例えばなんかそのエビ中だったらなんかあるそういうエビ中メモみたいな。あやちゃんは髪の毛で身長を持ってる。これは知らなかったですね。知らなかった、はい、そうなんだ。持ってんの、はい、そうここ今日はあんま持ってないけど ね時によれば、ね、時にはね、とかそういう情報、そう誰かちょっと長くエビ中を知ってる人は、うん、実はそうなんだよって初めてファミリーになった人に言えるようなちょっとドヤっとできる、うん、あいいね、豆知識を詰めた曲みたいな。いいね、はい。こうして全員の意見が出揃った。この中から詩のテーマは決められるのか。一番テーマになりそうなアイデアはどれかメンバーに聞いてみると、ひろたのなりやすいんじゃねえかなって思う人、あ多いね。なるほどね。まとめのやつ。ひろたの意見で満場一致。次回ひろたの意見をもとに作詞テーマが大決定。お楽しみに。そんなすごくないですよ。この後安本小林の指定コンビが裁かれる。払わなきゃいけないって言って無理して笑ってる感じ。大波乱の予感。指定コンビに一体何が。続いてはこちらです。指定関係が最近おかしい疑惑。2人、どっちだ。被告安本彩香並びに小林加穂は前。あ、ダメだ。どうだった。どういうことマジ。指定関係が最近おかしい疑惑で安本小林を同時に起訴。2人の間に一体何が。被告安本と小林は指定関係にあり、小林がエビ中に加入した時から安本は教育係として接してきました。しかしながら最近その関係が崩れかけております。よって2人を指定関係おかしい罪で起訴します。どういうことですか。変わらずだと思いますよ。変わらずだと思う。ゆでか。誰もが認める中の2人、番組内でもしばしば指定コンビとして活躍している。さらに師匠の晴れ舞台を見学しに来ました。楽しい。先日開催されたソロライブではそれぞれプライベートでお互いのライブの応援に駆けつけ、2人の師弟愛を再認識することができた。そんな2人の関係に一体何が。それでは他のメンバーで目撃証言がある方いますか。はい、はい、真山さん。まずは真山が小林のおかしい行動について証言。最近加穂ちゃんは安本師匠と崇めすぎて行動まで安本になってきちゃってるんですよ。そう、なんか好きすぎて、例えば楽屋のお菓子を安本さん持ち帰るんですけども、はい、同じように加穂ちゃんも持ち帰るようになったりとか。あ、それはちょっとね。あと癒やしいですね。なんかアイドルとしてはダメですよね。そんなことやっちゃう。いやあと安本さんのこと好きすぎて、撮影でこう安本さんがやってる時とか、一人でこう隣で加穂ちゃんがいる時に、あ、やっぱ師匠すげえわ。やっぱできた人間だわ。やっぱできた人間だわ。過剰に好きすぎて、ちょっと私もどうしたらいいのか分かんない。多分ですけど、その時の師匠、そんなすごくないですか。そうだよ。そうなんですよ。そうです。大体師匠すごくないし、あと言葉遣いも。そう、言葉遣い割とこう師匠って、こうやっぱバラエティ慣れしてらっしゃるので、外に出た時にこう大きくね、過剰にこう言葉を言う節があるんですよ。盛るという、はい、盛るように言ったりとか、あとちょっと言葉遣いが汚かったりとか、そういう節があるんですけど、
パナエとかパナエとかそういう話、うん、そういうのをカホちゃんまで真似し始めちゃってちょっとマネージャーさんもね困っちゃうみたいな話を聞いたことありますね。汚い言葉遣いとかは真似してほしくないですよね、うんうん、やっぱり確かに今ねあの見てたんですけど、パナイとかって言っただけで、弟子はもう下向いて笑ってましたからこれ大変危険な指定関係です ね、 ですね。今のごときであんだけ下向いて笑うんですよ。さらに証言が続く。中山が最近あることに気づいたという。あの師匠だから何でも笑う、師匠がやったことはあのちゃんと笑わなきゃいけないって言って無理して笑ってる感じ。ああ、なるほど。これ師匠恥ずかしいやつですね。ああ、じゃあちょっと小林さん、そこはやっぱりちょっと無理して笑わなきゃと思って笑ったことはありますか？何回か愛想笑いはありましたから師匠が面白いことやりますから。何それ。それであの素でちゃんとねリアクション取ってみてください。で、あの素で取ってください、ね、俺ら周りもちゃんと素でリアクションしますから、はい、もうそれは面白い面白くないわね。いつも通り行こう。もうそれ皆さんそれぞれ基準がありますから、あなたの基準で笑ってくださいね。なんかそう言わないと笑えないよ。そう言わないと笑えない。いや、もう別に笑うつもりもなくていいんですよ、普通。師匠はもうやる気満々なんです。もうあの緊張しちゃう。待って。ということで、なぜか安本が一発ギャグを披露することに。小林は師匠のギャグに偽りのないリアクションを取ることができるのか。ちょっと待って待って待って、私マジこういうギャグお父さんと打ち合わせしてからやんねんダメだった。ただ今のもあれでしたね、弟子以外はみんな笑ってなかったんですけど弟子だけ笑ってましたね。そうですね、笑ってましたね。もう師匠がもう入っただけでちょっとクスッときてましたから。そうなんですよ。やっぱそのぐらい小林やっぱ面白かった。面白かった。何が面白かったですか今。え、もう存在が面白かった。もうね、何をやるかじゃないですよね、もう存在だと。それではいよいよ判決。2人の師弟関係をこのまま継続してもいいと思ったら無罪、師弟関係がおかしく改善すべきと思ったら有罪の札を挙げる。果たして。じゃあメンバーは一斉に札を挙げてください。せーの、ドン。さあ、有罪が、1、2、3、4、5の無罪が1票ということで、被告安本小林は有罪になりました。じゃあ今後じゃあ2人はですね、校長と一緒に3人でより良い関係になるための話し合いをしてもらうため、3人でラーメンに行ってもらう系にします。と判決が出たところで、滝上健二から率直な質問が。まあ、あのいろんなメンバーいて、なんで安本あの師匠のどこにあの惚れたというかリスペクトした。なんか一番最初に相談して、うん、のが彩香ちゃんだったから、うん、そっから今に至る、うん、なるほどね、うん、ここで師弟関係の誕生秘話が。小林が安本に抱いた思いとは。しかし、あの第一印象と違かったの。おう、そう、最初顔あの綺麗な顔してるから、うん、結構きつめなのかなって思ったの、性格とかが、うん、と思ってたんだけど全然違くて、うん、あ、私もなんかこういう人間になりたいなって思ったのが。いやいや、いい話ですよこれは、うん、なるほどね。今回の判決では有罪となってしまったが、二人の師弟関係は永遠に続く。裁判第2弾をお送りしましたけど、どうだった？もうやりたくない。あとね、あの入ってみて気づいたんですけど、ここの3人あの2回目なんですよ、ここ入るの。なるほど、常連ですか？常連です。じゃあちょっとあの中の人たち、なんか最後に言いたいこととかあります？罪な女です。次回は第1回運試し選手権。エビ中一運がいいのは誰だ。どうぞ。メンバーの部屋をチェック。ちょっと待って、謎の山って何。薄い関係で運気を占う。
すると気が回らないのでこのお部屋だと山が塞いでるの塞いじゃってます、うん、はい私山捨てます意外なプライベートが明らかにまあねすごいね昨日もねこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしましたこっちが本当は優しく席交換しようって言ってくれた言ってくれたのねそうやんないと面白くない俺よりちゃんとしてんだよ中山にお笑いのことを教わると思う